大谷翔平選手、結婚報告記者会見で、ついつい本音をこぼしてしまいます。こちらをご覧ください。そもそも発表はしなくてもいいじゃないですか、これは。それをちゃんとアナウンスしたというのはどういう意味があるんですか？一番はでも皆さんがうるさいので、まあ、しなかったらしなかったらうるさいですし、まあ、今日まずここでして、まあ、あとは野球に集中したいなっていうのが一番です。いかがでしたでしょうか。自身の結婚報告会見の場でしっかりとメディアいじりをする大谷選手、さすがです。個人的にこの回答大好きなんですよね。何度でも見たくなります。メディアや SNS では大谷ロスを嘆く女性ファンの声が多数見受けられますが、幸せなことですので、せっかくの祝い事と共に喜びましょう。マスコミの皆様もこのインタビューを最後に深掘りはやめましょうね。